ブリヂストンスポーツの新商品ニューファイズ。その飛びや打感の違いを3人のアマチュアゴルファーに体験していただきましたが、実際にどれくらいの飛距離の差があるのか、ツアー系のボールと打ち比べて検証します。早速打ち比べていただきたいと思います。まずは徳永さんからお願いいたします。はい、はい、まずはツアー系のボールを打ってもらいます。はい、うん、ね、悪くありませんけれども、だいたい今のでどれぐらい飛んでるんですか？はい、241ヤードです。いつもだいたいこれぐらいはいきますか？もうちょい頑張ります。あ、そうですか。なんか不満な感じですけどね。こんなもんじゃないんだみたいなね。はい、ダンボと飛ぶこと。おお、これもいい。ね、ちょっとこっちの方がいってるんじゃないですか？今のが245ヤードです。なんですか？ちゃんと伸びてるじゃないですか。いいじゃないですか。はいはい、じゃあニューファイズボールで。はい。おお、これは、これは明らかに違うでしょう。いいですね。ね、バシッとこう捕まった感がありますね。ちょっと弾道変わりましたよ。どれぐらい行きましたか？はい、257ヤード。本当ですか？いきなり10ヤードアップですか？すごい。おお、強い。これもいいんじゃないですか。キャリーも出てますよ。いいっすね。うん、258ヤードです。258。まあ、どうしてこういう結果になるか説明はやっぱりつくんでしょうか。そうですね、あの最初の方に打ちましたツアー系のボールはちょっとあのサイドスピン、右方向のスピンが多くかかってまして、これあのニューファイズを打った時には捕まりが良くてですね、その横方向のスピンが減ったことで飛距離が伸びています。ファイズの方がなんかこう捕まった感が強いですね。こう当たってる時間が長いっていうか。あ、そうですか。はい、しっかりと潰れてくれてるから、そういうスピンのコントロールがうまくいってるということですかね。はい、はい、そうなります。徳永さんはニューファイズを使用した場合、ツアー系のボールに比べておよそ9ヤード平均飛距離がアップしました。では続いて国さん、やはりツアー系のボールからお願いいたします。はい、はい、ナイスボール。いやー、ちょっと国井さんも結構な飛ばし屋なんじゃないですか。これどれぐらい行きました？はい、今のが250ヤードです。250ヤード、はい、素晴らしいね。だいたい飛ばしっこしても同じような感じですか？いや、あんま負けないですけど今日本当に、はい、ニューファイズ打ってみましょう。はい、弾道が、弾道が高くなってドロー系になった。すごい弾道。変わりましたね、弾道が。どうですか？258ヤード。全然違いますね。素晴らしいですね。弾道が全然違った。ね、顔つきがなんか自信満々の顔になってましたね。すっかりドヤ顔ですよ。はいはい、おお、大勝。なんか初速も上がったように見えるな。はい、最後の1球どうでしたか？261ヤードです。260ヤード超えた。これは大きいですね。やはり先ほどの徳永さんと同じようなことが言えるんですか？そうですね、国井さんの場合あのツアー系モデルではバックスピンが多くてですね、はい、少し吹き上がるような弾道だったんですが、ニューファイズでバックスピンが減りまして、それによって強い球が出るようになったので、この飛距離が出てますね。ランも増えてます。やっぱあのファイズの方がやっぱ本当今おっしゃっていただいたようにスピンがすごいあの少なくてですね、もう理想の弾道が出てる、そういう感じしました。やりましたね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。クニーさんはニューファイズを使用しておよそ12ヤード平均飛距離が伸びました。飛距離不足が今最大の悩みというね、はい、そうなんです。もうちょっと欲しいですよね、やっぱりね。そうなんです、はい、欲しいです。はい、では下島さんもまずはツアー系のボールから打ってみてください。はい、お願いします。はい、
おお、ナイスショット。いいじゃないですか。あ、今ちょっと当たりました、ね。はい、これはもうちょっといったんじゃないですか、はい、今142ヤードです。そうか、なるほど。まあでももうちょっとね、はい、うん、欲しいとこではありますね。そうですね、もうちょっと欲しいです。はい、ではニューファイズ打ってみてください。はい、はい、いきます。おお、ナイスショット。明らかに違うでしょう、これは。はい、全然違います。ボールも飛んだでしょう、明らかに。151ヤードまで飛んでます。初めて150ヤード超えましたよ。嬉しいね。はい、嬉しいです。下島さんの場合はどんなことが言えるんでしょうか。はい、ボールをニューファイズに変えてからですね、明らかに弾道の打ち出し角度が高くなりまして、うん、それによってキャリーが増えたというところが一番この飛距離アップにつながっています。なるほどね。10ヤードアップ大きいんじゃないですか。大きいです、ね、すごく、はい、はい、嬉しいです、うん。飛距離に悩んでいた下島さんはニューファイズのボールで平均飛距離がおよそ11ヤードアップしました。はい、それではテスターの皆さんにお話を聞いてみましょう。まずは徳永さん、はい、今日1日このニューファイズボール打ってみていかがでしたか。クラブにギリギリまでこう吸い付くようなイメージっていうんですかね、その打感にちょっとこうハマりそうですね。で、まあ、それがしっかりとこう感じることができたっていうのがね、大きいですよね。使ったっていうのをこう感じさせてくれるボールですよね。そうですか、はい。国井さんいかがですか。はい、私も前普段こうボールでのこう違いってあんまり感じたことなかったんですけど、うん、もう今日は明らかにもう飛距離の差が出たので、すごく実感できてよかったなと。2人とも250ヤード超え連発してましたもんね。あ、行きましたね。はい、ファイズのおかげです。そうですか、はい、ファイズのおかげ。下島さん、はい、飛距離不足に悩んでましたけれども、はい、どうですか。今まで打った中で一番軽くって一番高く飛んでました。お、もう絶対に買います。そうですか、はい、はい、やっぱりね、10ヤード20ヤード違うと全然今度景色が違ってくるでしょうからね。違います、まあ、ですから徳永さんね、本当にこれからはですね、ボール選びっていうのをもう何でもいいやっていうふうにおろそかにしちゃいけないんだっていうのがよく分かりましたよね。痛感しましたね。はい、はい、ということで今日は皆さん寒い中どうもありがとうございました。ありがとうございました。捕まる、伸びる、さらに遠くへ、ブリヂストンスポーツのニューファイズ。製造過程で水を加えることによりコア部分の硬さにグラデーションをつけたブリヂストンスポーツ独自の技術、ハイドロコア。ニューファイズではコア中心部と外側の部分の高度差を従来の製品に比べてさらに大きくしました。これによりインパクト時にコア中心部がより大きく潰れて捕まりがアップ。コアの外側が硬いのでしっかり反発して初速を維持し飛距離アップにつながるのです。そして648個のウィング形状がディンプルの輪郭を形成。独自設計のデルタウィングディンプルで吹け上がりを抑え落ち際まで強い弾道を実現。2つの新たなテクノロジーを搭載したブリヂストンスポーツのニューファイズ。カラーはホワイト、パールホワイトをはじめとした全6色。お気に入りのカラーでさらなるビッグドライブを。